ある人はこの島の風景は人々を魅了する力があるといい、またある人は四季によって違った顔を見せてくれると言いました。私はその極限の美しさを求め台湾へやってきました。ここは生協農場、一面に広がる青々とした草原。一日羊使いになってみましょう。経験豊富な羊使いから放牧の技術を習いましょう。シープフェスティバルの時期には羊の大行進を見ることができます。羊の大群が通り過ぎていく様は圧巻です。毛刈り賞も必見です。そしてこちらの馬術賞、アクロバティックな技の数々にドキドキ。生協農場は日々の生活を楽しむことを思い出させてくれます。次に紹介するのは無料農場。満開の桜の下で音楽会を開きましょう。心地よい春風が吹き、まるで美しさを競い合うように花が咲き乱れます。花盛りの今、ここは蝶々たちの楽園です。夏の夜にはライトアップして音楽会を。無料農場で音楽を楽しみませんか。秋の初め、渡り橋の上から透き通った清流を覗くと、タイワンマスが水中を泳いでいるのが見えます。秋が深まると山一面が様変わり、まるでヨーロッパにいるみたい。無料農場で私は自然に触れる喜びを思い出しました。海抜2000メートルを超す福寿山農場では、道すがら花の洗礼を受けるでしょう。春夏秋冬、山林を彩る季節の花々を一年中楽しむことができます。命のきらめきをあなたはきっと感じるでしょう。ここでは山の呼吸が感じられます。水緑の茶葉、茶摘みの女性たち、今でも目を閉じると湧き立つ茶葉の香りを思い出します。福寿山農場は純粋な感動を呼び覚ましてくれました。台湾に来るたび、新しい体験と発見がある、永遠に記憶に残る思い出を。